皆さん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はですね、今回はね、なんと、中学校から使う私の筆箱を紹介していきたいと思います。で、結構前に、筆箱探しの旅みたいな動画を出したと思うんですけど、いいのがあったんで、そうそう、いいの見つけちゃったんですよ。私の心にね、刺さる筆箱があって、それでね、中身も無印とかで買って揃えたので、今回はね、新学期から使う筆箱のね、中身を修復していけたらなと思います。で、もうちょっと見せてないよね、肝心な使う筆箱はこちらです。ちょ、一見ね、ここから見たら何かわからないと思うんだけど、じゃじゃーん、サメです。皆さん、サメの筆箱を使いたいと思います。でね、立つんですよ、こんな感じで。かわいくない？で、あれ、どっから出すのって思うじゃないですか。この歯が、チャックになってて、口がね、開くんですよ。あ、かマジかわいい。で、この中に筆箱、ん？違うな。鉛筆とか、あ、違うな。シャーペンとかが入ってて。そう、まだ、小学校のところ、鉛筆使ってたから、ちょっとまだ慣れないね。シャーペンとか、ペンが入ってます、いろいろ。え、可愛くない？まずこのサメめちゃめちゃ可愛い。ちょっと。可愛い。ね、中身をね、紹介していくんですけども、あんま面白くないです。正直言って。中身は。すごい真面目に選びました。まずね、シャーペン2本。これは、まあ、多分、被るっちゃ被ると思うんですけど、モノのシャーペンのピンク、となんかオレンジっぽいやつ2本。これがね、私シャーペンは振るとね、シャーシンが出てくるやつがあるんですけど、これがめっちゃ好きで、そう、これをずっと探してたらめっちゃ可愛い色に出会えてしまって、買ってしまいました、一目惚れで。そう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 。で、これと同じ種類でシャーシンね、シャーシン。で、これはこっちのオレンジっぽい色とお揃い。ちょっと待って、ライトでちょっと光っちゃってる。ちょっと光っちゃってる。大丈夫。あ、そうそう。で、もうちょっと同じ種類でね、こちらの消しゴムを買いました。反対か。こちら。反対か。こちらのね、消しゴムを買いました。で、これは、このね、待って、この、薄い方の、待って、光っちゃう。でね、この消しゴムは、この薄い方のシャーペンと一緒の色でーす。あ、光ってまーす。で、次はね、次から多分もう無印、全部無印だと思う。まずね、蛍光ペン3つ。これね、すっごい使ってみたくて、そう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 。小学校の頃は鉛筆しかダメだったの。だから、色鉛筆とかで、こう、ノートに線引いてたんだけど、中学校からはペンが OK ということで、ちょっと蛍光ペン買ってみました。で、これね、細い筆と、筆っていうのかな？太いさ、先が太いやつがあって、すごいね、使い分けができそうなので、ね、楽しみですね、ノート取るときが。で、丸付け用の赤と青の、これはボールペンです。そう、ボールペンも缶になったの。やばくない？ちょっと超楽しみなんだけど、でも、オレンジがいいって聞いたことがあって、オレンジはいいってね。青とオレンジがいいって聞いたことがあって、中学校で。うん、その聞く前に赤買っちゃったので。なんでオレンジがいいの？わかんない。だけど、試しにね、ちょっと赤使っていこうと思います。で、次に、油性ペンです。これは名前が、教科書に名前書くときとかに使おうと思います。これもね、無印の普通のやつ。超普通のやつ。はい。でもこの辺はね、もう無印の購入品紹介そのものとか。あ、そっか、うん。で、これが、定規ですね。これも無印のやつ。もう超普通でしょ？本当に。クリアケース。クリア。クリアケース？ケースじゃなかった。クリア、クリア。はい。以上でございまして、ここは空です。
で、なんか本当は筆箱にねハサミとかも入れたかったんだけど、もうガチガチで入らないので、なんかちょうど家にあったポーチにね詰めてみました。一応なんかこれでいいのかわからないんだけど、とりあえずねちょっと入れてみたので、こちらの中身も紹介していきますね。今日はまあね、使っていくうちに便利な方法が見つかるよ。だよね、うん、皆さんもね、もしかしたら使いづらいかもしれないじゃん、このうんやつ。だから、うん、皆さんの声も聞きたいんですけど、うちコメント欄書けないんで、どうしましょう。なんか TikTok とかに書いてくださいアカウントがあるんで、ぜひ。次こちら紹介していきます。まず海苔はアラビックヤマトで、これねピンクがあってめっちゃ可愛いって一目惚れで買いました。これ可愛くない、このピンク。いつもさ、なんかオレンジっぽい印象しかなかったから、本当にめっちゃ可愛いです。次にこれもね無印だわ。テープ、アクリルテープディスペンサー、セロハンテープですね。この透明なのがめっちゃ可愛くて、はい、マジかわ。次にこれも無印です。ホッチキス、まあ、これはね真っ白、本当に真っ白、超可愛くない？絶対デコレーるよね。多分3年になってる時にはめっちゃシールベタベタかもしれないちょっと今はすごい清楚な感じでいこうと思います。次、清楚次も無印で透明の内閣蒸気と分度器、はい、これはねまあデコれないんで、まあこのままいきます。次はねこれ学校からもらったんですけど、なんか暗記用のペンと消しゴムみたいな感じのやつです。これこれでね、なんかこの赤いシート使うと暗記できるよってやつ、消せるから。もしだからオレンジのペン使うといいよっていうのか。普段からオレンジ使ってればそれをこうやって消せるってことじゃない？あ、だからかな。だからか、赤だとちょっと目立っちゃうんだよね。だからか、うん、オレンジのペンね、緑と、はい。で次ハサミ、これハサミ、これハサミセリアで買いました。すごい切りづらそうなんですけど、まあセリアなんで子供用だしね。子供、そうシールがついてた、ここにねなんか犬のシールつきましょうみたいな色が可愛くて、もう可愛くて買っちゃったんだけど、すごい切りづらそうで本当に、まあ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 買っていきたいと思います。切れないことはないんですね。あとね、学校からもらったんだけど、これもこ、なんだっけこれ、修正ペン、修正テープか、修正テープと、あ、違う、これ糊かな、糊だわ、接着って書いてある、テープ糊と、付箋です。これも学校にもらいました。学校からもらいました。日本語って難しいね。そう、卒業祝い、そうだね、うん、卒業祝いでもらいましたね。これも使っていきたいと思います。はい、以上でございます。空っぽ。そう、これ中身見えるからすごいいいと思う。なんか結局やっぱ最後はさ、大きい筆箱で全部一緒にまとまって入ってそうだね。多分そうだよね、うん、大きい筆箱っていいのかもね。最初のうちだけだよこんなことしてんの。まあね、行ってみないとね、どれが自分に合う感じなのかまだわかんない、ね、わかんないもんね。ちょっとこれからね、だから探り探りにちょっと ね学校に行ってみて、どんな感じになるかまた私次第ていうか、うん、でも先輩とか聞く話だとやっぱ海苔とか一緒に入れてるって感じなんでしょ。そう、ハサミとか海苔とかは筆箱の中に入れちゃってるらしい、うん、大きいのに。話を聞くとね、うん、だから私も多分そうなると思いますはい、ということで今日はねこのね2個の筆箱なのかな、筆箱紹介を締めました。ということでね、この筆箱とともに中学校ちょっとね頑張りたいなと思います。ということで、それではバイバーイ、バイバーイ。